第173空挺旅団戦闘団は、アメリカ陸軍の旅団戦闘団。師団の霊下に入らない、独立空挺旅団として、優れた戦略機動性を備えている。第173不評旅団は、1915年8月5日、第87師団の霊下部隊として、アーカンソー州において編成された。1918年9月、旅団は、 師団の他の部隊とともにフランスに配備されたが戦闘に参加しないまま4ヶ月後にアメリカ本土に帰国し1919年1月に編成解除された。しかし2年後の1921年6月24日、旅団司令部及び司令部中隊は再編成され陸軍予備役に配属された。第二次世界大戦中、旅団 HHC は 師団から切り離されて、第87偵察隊として、1944年より欧州戦線に投入された。戦後、旅団は予備役に戻された。1951年、部隊は編成解除され、第87不評師団への配属を解除された。名誉勲章を授与される、ジョエル六刀特技兵。台湾で演習を搭載するエリス・ W ・ウィリアムソン、旅団長。 1960年代初頭に行われたロード再編成計画の下で、師団全力を投入するよりも、迅速に事態に対処できる即応部隊として、師団の霊化にない独立旅団の編成が計画され、この計画の下、旅団は再編成されることとなった。1963年3月26日、第173空挺旅団は、 エリス・ W ・ウィリアムソン・ジュン賞の指揮下で沖縄において再活性化され飛行部隊及び広報支援部隊を有する唯一の独立旅団となった。ウィリアムソン・ジュン賞の下、旅団は空挺作戦の訓練を重ね、台湾での訓練中、天平という中国語愛称を得ることとなった。また彼らは控えめに米軍全体とはいかなくても少なくとも 沖縄で最強の部隊と自称した。アメリカ太平洋軍の即応部隊として、旅団は1965年5月、ベトナム戦争に参加することとなった。1967年2月2日、旅団の2、503大隊は、ジャンクションシティ作戦において、空挺作戦を展開したが、これは、マーケットガーデン作戦以降最大にして、 ベトナム戦争中唯一のアメリカ軍による空挺作戦であった。その後、1967年11月のダック島の戦いにおける875高地をめぐる戦闘において、旅団は北ベトナム軍第174連隊と激戦し、1、4の損害を受けつつ、これを奪取した。この功績により、旅団は大統領勘定を受けた。その後、 旅団は休養のため広報配置に回され、アメリカ軍のベトナムからの撤退に伴い、1971年までに旅団の全部隊やベトナムを離れた。ベトナム展開中、旅団は13個の名誉勲章、32個の主勲十字章、1736個の銀星章、6000個以上のパープルハート章を受けた。しかしその一方、1972年、旅団は、 不活性化され、人員と装備は第101空挺師団の第3旅団に引き継がれた。2005年、アフガニスタン派遣中の旅団の兵士、1990年代後半、米軍再編に伴い、旅団はアメリカ欧州陸軍の即応部隊として再活性化されることとなった。編成は、不評旅団戦闘団のものが採用されて、 第173空挺旅団は2000年6月12日に再活性化され、アメリカ欧州軍の南欧任務部隊の実戦部隊としてイタリアに配備された。2003年、旅団はイラクの自由作戦に参加するため、シリアに派遣され、イラク北部への攻撃配置に就いた。当初計画では、旅団の左翼、トルコに第4不評師団が展開することとなっており、旅団は、 第4不評師団の側面を援護する機動部隊として運用される計画であったが、トルコ政府の反発によって、第4師団が配備できず、イラク北部への攻撃は、第173空挺旅団と特殊部隊のみが担うこととなった。この攻撃を支援するため、1、63機構代替及び海兵隊の無人機部隊が旅団に配属された。旅団は、 北方統合特殊作戦任務部隊の一部となったが、旅団級の部隊が特殊作戦任務部隊に併合されるのは陸軍史上初のことであった。3月20日、旅団はイラク北部への攻撃配置を第5軍団に引き継ぎ、3月26日にはバシュール飛行場に対する空挺降下を実施した。ノーザンディレー作戦では、 旅団長ウィリアム C ・メービル大佐を含む954名が夜間低高度で降下を実施したが、やんと強風によって降下部隊は分散し、兵力の集結には時間を要した。しかし、アメリカ特殊部隊に支援されたクルド人民兵、ペシュメルガと連携しており、また敵の抵抗も微弱であったため、成功裏に飛行場を奪取した。以後、 空軍の C-17 輸送機26機による空輸が行われ、4日間で旅団の残余2200名、M119105mm 榴弾砲6門、車両400両以上、貨物3000トンが輸送された。これは、ベトナム戦争に引き続いて2度目の空艇作戦であった。さらに引き続いて発動された機上のドラゴン作戦の元1。 63機構大隊の兵員300名と車両78両が空輸され、戦力は増強された。旅団はさらに、キルクークをめぐる戦闘に参加し、イラク陸軍の第2、第4、第8、第38不評師団と交戦した。4月10日、旅団はキルクークに突入し、短い市街戦の後、これを制圧した。 キルクークをめぐる戦闘で、旅団は兵力に大きく勝るイラク軍と交戦したが、負傷救命の損害を受けたに過ぎなかった。その後、旅団はキルクークの警備を担当したが、この任務中、クルド人民兵による地元住民への暴行を見過ごしたとして批判された。また、市内を警備中にクルド人民兵を警戒するトルコ軍が、隠密裏に潜入させていた。 工作隊を検挙してしまうという騒ぎも発生した。このトルコ軍人は外交交渉によって速やかに解放された。2004年2月2日、旅団は同志の警備任務を第101空中教習士団に引き継いでイタリアに帰還した。これは翌年に予定されていたアフガニスタン派遣に備えた措置であった。2005年3月、旅団はアフガニスタンに派遣された。 旅団はバイオネット任務部隊としてカンダハールやヘルマンド州を管轄する南部地域司令部の指揮を担当したのこの派遣期間中、旅団は17名の戦死者を出した。2006年10月11日、旅団は正式に第173空挺旅団戦闘団に改名した。2007年春、旅団戦闘団は再びアフガニスタンに派遣された。この派遣では、 旅団戦闘団の各部隊はアフガニスタン東部に分散配置され、2007年6月6日、第13学士団第3旅団戦闘団と交代して配置についた。この派遣は2008年7月に終了し、7月末までに旅団の全部隊がイタリアに帰還した。2009年6月14日、旅団戦闘団は再びアフガニスタンに派遣されることとなった。 派遣は2010年初頭より開始される。第173空挺旅団戦闘団の組織図2010年2月現在、第173空挺旅団戦闘団は、旅団特別任務大隊、2個空挺不評大隊、1個、騎兵大隊、1個野戦砲兵大隊、1個後方、支援大隊の、計6個、大隊、3300名の兵士によって、編成されている。 旅団司令部を中核にして、戦闘公平中隊、軍事情報中隊、通信中隊によって編成されている。いずれも、第503不評連隊の名前を受け継いでいる。第503不評連隊は、ベトナム戦争当時の第173空挺旅団の機関連隊であり、不評連隊の編成が解体された現在も、その伝統を引き継いでいるものである。旅団の偵察部隊である。 旅団の砲兵部隊であり、M119-105mm 榴弾砲により、旅団に対して沿線火力を提供する。旅団の後方支援部隊である。ありがとうございます。